はい、アンディです。今回はですね、プロフォトグラファーの宇野さんに僕の M11 を使って写真を撮っていただきました。トンボを撮りたいんですけどね、なんか。むずあれを手動ピントで狙うのは相当なあれです。ー。いや、映らないな。レンジファインダー初挑戦ということで、どんな写真が出てくるのでしょうか。ぜひ最後までゆっくりお楽しみください。皆さんはレンジファインダーは初なんですか。レンジファインダーは初です。おお。使ったことないです。ライカは前フィルムをなんか使ってたんですか。そうですね、一眼レフ一眼レフのライカは使わせてもらったことあります。今回はデジタルライカ。ライカ、ね、M11。すでに全然なんか違う。違う。こうなるか。撮ってる絵が。はい。これを見失うんですね。ピントを合わせるこの。ああ、それで、ね、確かに。なんかそれって結構癖ですよね。人のやつ借りると分かんなくなる。分かんない、ね。レンズが違ったりして。いやでもやっぱり色の出方が全然違うな。おでもせっかくなんで、はい、アンディさんが普段撮ってないような写真をいいっすよ残せたら。明るいっすね。ちょっと絞れよって感じだと思いますけど。結構慣れるのにちょっと慣れるのかかる。そうなんです。でなんか多分僕のその視野感が40が一番心地良いっぽいんですよ、どうも、うんうんうん、なんとなく見て歩いてるとき僕は40画角でいつも見てるんだなっていう。そう、やっぱそうかもしれない。それぐらいかも。40とか35とか。35の人ももちろんいるし、うん、50の人も多分いるから、か、なんか好みのレンズってそこで、あ、なんか出てくるんだなみたいな。確かに。だから35で僕いつも違和感感じるのは広すぎるってよく言うんですけど、なんかこれちょっと広いなんて。ああ、そっか。普段の視界よりも多分そっちだと思うんですよね。ビュー覗いた時もなんかうんって思うし、あれ撮りたかったらもう一歩足んねえみたいな。もう一歩近づいてるみたいな。そっかそっか。もう一歩というか半歩なんですけどね。だから40だから。40って結構難しいと思いますけどね。撮る上で結構あれを今左に寄せてるつもりなんですけど、なんか意外と寄らない。はあ、はあ、あ、ここまでいってか。最初寄せてるつもりで撮ってたのがこれで、本当はまあこうしたから。はい、これもそうですね、白い四角から出てたんですよ、これも、うんうん、これぐらい寄せないと。白い四角から出てるから白が50だから 40が出てくる。ああ、そういうことか。なるほど。これでも慣れですね。慣れっすね、うん、かなりの慣れですね。そうですね。なんか自分の癖がまんまそこになんかリンクしていく感じがします。だから結局自分仕様になっちゃうっていう。あ、そうですね。合わせていくっていうね、自分に。うん、パキパキですね。すごい。でもアンディさん的には多分物足りないパキパキさですよね。僕もっと黒いとこ黒い。なんなら黒いとこ探して撮りってますからね。あ、黒いとこ。あ、なるほどね。私と飛ぶようなところを探して撮ってる、ね、白いね。いや、慣れた道具じゃないものを使うことによってなんか引き出しが広がる感じもあるっていうのも今日感じた。あ、こんな写真撮るんだみたいな。自分の意外な。まあ、だからいろいろ使うんでしょうね。まあでもそうでしょうね。自分がそれが好きかどうかって使わないと最後分かんないですもんね。なんか iPhone 最強説ありますけど。iPhone 確かに。あ、ここいいですね。ピントがもう全然見えないからちょっとズルしますけど。どれがどれかもう分かんなくない。分かんないです。あ、でもいいな。あ、でもいいですね。いいですね。あ、いい。この絵は僕はないんですけど。
ザ京都な感じですね。ねー、これは本当ザ京都です。あ、でも道具やっぱ自分に合ったの探すのは大事ですね。大事だと思いますね。だってこれじゃ僕は多分取れないってことになるもん、ね、多分その思ったものに多分出ないでずっと、うんうん、なんか違うけど理由が分かんないからやめちゃうんです。はいはいはい。やりたいことができないから。あ、だからそれでカメラを諦めちゃう人が多いんじゃないかなっていう、ね、そうそうそう。なんか最初から撮りたいこと撮ってたら撮り続けるんじゃないか説あります。そうですね、ドンピシャなやつが見つかったら。見つかったらなんか緑が綺麗ですね。あ、でもそうだと思います。そう、青、緑、なんかその辺のがバキッて出てくるんですよね。はい、いかがだったでしょうか。いや、僕とはね全く違う写真が上がってくるっていう、本当に同じカメラなのかっていうね、そんな思いもありましたけど、いや、さすがプロですね。やっぱり自分に慣れたね道具の大事さを痛感しつつも、いや、まあ、プロは道具を選ばないっていうのも一歩あるのかもしれないですね。そういった感じで、チャンネル登録、高評価なんかもしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。